テレビが変わろうとしていた時代のきっかけになったような、どう表現するかっていうのはテレビマンとしていろいろ考えていたんだろうって思うと、その時代のことはすごく興味があるの で、それを今やってみてどうなるか、質問というよりもとにかくアポなしでね、それこそ街頭出てパッと質問を次やつぎ早にぶつける一般の人にっていうのを、映像を見るだけでも興味深いし、寺山さんの考えてた問題定義っていうのが一体どこなんだろう、で要は無関心である人が大半で、ふわっとしてんだよね日本人って。やっぱ 国家とか祖国っていうものに対して強い思いをあんまり持ってない。僕はそこが日本人のしたたかさであり、あやふやさで、外国から非難されるけど、日本人がうまく戦後をやり過ごしてきた、どっちの味方とも言わないよね、こうね、それは批判されやすいんだけど、そこが日本人のなんか良さのような。日の丸寺山修司40年目の挑発という映画が2023年2月24日より公開となります。あなたにとって日の丸とは何かという質問をですね、過去と未来の日本人に問い続けたと。そして日本人はどう変わったのか、あるいは変わってないのかということを感じさせてくれる映画となっております。ぜひご覧ください。日の丸の赤は何を意味していると思いますか？日の丸の赤は何を意味していると思いますか？誇りに思わないとどうするんですか？考えたことないです。日の丸。それは仕方ないんじゃないですかね、戦争ですし。祖国と家庭とどっちを愛していますか？そういう番組を作るときに寺山がどういう言い方したか。日の丸。素敵なアジテーション。これ何ですか？撮ってるんですか？日の丸。